岐は、茨城県東茨城郡大洗町出身の元、大相撲力士。本名は、久し一日本統治時代の台湾、台南州にある、台南南門小学校を卒業して1930年に、上京し、何は商業高等学校を経て1930年、5月場所で、初土俵を踏む。1937年1月場所で十両昇進。 1938年5月場所で新入幕を果たし、栃木山森屋が起こしたカスガノベアから初の幕内力士となった。この新入幕の場所では十二勝を1敗の好成績を上げ、勝ち越し十一点は新入幕の最高成績である。1939年1月15日、結びの一番を男女の川上りさんと取るために土俵下の力士だまりに控えていたところ、 双葉山育ちが安芸の海雪尾に破れて連勝が69で止まった瞬間を目撃した。そしてその2日後、双葉山の連勝後に3つ目の黒星をつけたのが鹿、島用で打倒双葉に結束していたでは一門としては安芸の海、両国火之の助に次ぐ主君の星となった。1940年5月場所にも双葉山から金星を挙げている。 大関昇進後の双葉山から2勝を挙げた、ケウナ一人で将来を職望されたが、非力のために組み止められると外掛けしか技がなく、怪力の力士に苦戦した。さらに稽古中に足を負傷したことも災いして三、役に昇進することはないまま、1947年5月5日の広島巡業中に、腹膜炎を患って、現役死した。32歳を打つ。 声袋と消防自動車の異名を持つ鋭い出足を生かし、右差しで一気に押すかよる、速攻の取り口が特徴で、前世時代の双葉山から2勝、男女の川から1勝するなど上位に対して通用する実力があることを示している。その一方で羽黒山には11戦全敗と全く歯が立たなかった。十五日制になってからは、二千十四年現在で北の富士勝明 道のく嵐幸夫、一の上春が13勝2敗の成績を上げている。ありがとうございます。